長崎県美術館学芸員の松久保です。今回の動画では長崎の大文化人永見徳太郎についてご紹介したいと思います。こちらの作品なんですけれども、こちらはですね、長崎出身の永見徳太郎という人が描いた作品です。永見徳太郎という人はですね、とても面白い人でして、長崎で非常に有名な商人の家に生まれた人なんですけれども、芸術がものすごく好きな人でして、自分で絵筆を取って絵も描くし、カメラを撮って写真も撮るし、あるいはこう戯曲だったり、小説だったり、非常にこう多様な活躍をした人です。この作品は大正時代に彼が描いた作品なんですけれども、長崎の東寺を描いたものです。技術的なところを見ると熟練しきってないところも多々あるんですけれども、地元の長崎をこう描いた非常に伸びやかな作品として考えていいのかなというふうに思います。この永見徳太郎という人、先ほど画家でもありカメラマンでもあり、戯曲家でもありというふうにお話をしましたけれども、大事な側面が、それは彼自身が美術作品のコレクターだったということなんですね。彼を非常にこう全国的に有名にしたのは南蛮美術のコレクション、自分の邸宅にですね、南蛮美術をたくさん飾って長崎にやってくる文化人たち、例えば芥川龍之介だったりとか、画家でいうと竹久夢二のような中央から長崎にやってくる画家たちを自分の家に招いてですね、自慢のこう南蛮美術のコレクションというものを彼らに見せていたということが記録として残っています。コレクターとして名を馳せた永見なんですけれども、その収集の対象っていうのは別に南蛮美術だけではなくて、同時期に活躍した画家たちの作品というのも、たくさん収集したことが分かっています。でその中の一つが、こちらのですね、渡辺与平という、彼も長崎出身なんですけども、の画家が描いた帯という作品です。ご覧の通りすごくこう大きな作品なんですけれども、描かれているのは渡辺与平の奥さんです。身支度をしている様子というのが描かれているわけですけれども、この渡辺与平という人は日本画を学んでいる時期もあったので、画面としてもですね、非常にこう薄塗りで日本画の勉強をしたというのが画面の上でも現れている作品かなというふうに思います。私自身が今回この展覧会の面白いところの一つかなと思うのは、この永見と与平というのは一歳違いの2人なんですけれども、この帯というですね、当時一番大きかった文展という展覧会にも入選した非常にこう与平の中でも重要な作品なんですけれども、それをすぐこう永見が買い上げていたということから、何かこう2人のですね、長崎という土地を介して交流が生まれていた、そこをこう忍ばせる作品じゃないかなというふうに思います。今もそれは同じかもしれないですけれども、やっぱり作家たちも制作を続けていくためには援助というものが必要だったと思いますし、特にこの渡辺与平のような若くして東京に出ていった画家にとっては、それを応援してくれる存在というのは非常に重要だったのかなというふうに思います。長崎歴史文化博物館には永見宛ての永見に向けて、様々な人が送った手紙というのが残されています。一部を見るだけでも、横山大観だったりとか、そうそうたる、面々から送られた手紙が、残っています。非常にこうたくさんの作家たちの作品を積極的にこう買い求めていたんだなということが、そこからわかるかなと思います。山本守之助という長崎出身の洋画家がヨーロッパにこう留学している時に描いたスケッチブックというのがあります。一番表のところに永見徳太郎様と書いてあります。つまりこれも山本守之助が永見徳太郎に送ったものということがわかります。もしかするとその山本守之助のヨーロッパ滞在に関して永見が何らかのこうサポートだったり、協力をしていたのかもしれないです。